昨日千葉真一さんがお亡くなりになられましたけど、うん、なんかニュースで聞いた。ご共演とか結構あった？あるあるある、もう何回もあるよね。でも千葉さんとほら、あの天然じゃん、憎めない天然の大スターですよ。まあすごく面白いけど、まあ、これ言っていいのか悪いのか、本当にね、もうセリフ覚えが悪くてそうなんですか、うん、山にも聞いたけど、あれ影の軍団やってて千葉さんが主役じゃん、忍者でこうやって、はい、とかなんか陰風じゃん、なんか呪文みたいな、なんとかとかいうシリーズもんでずっとやってるのに、前は前はその呪文が覚えられなくてテイク20、30とか行くんだからお前まあでも先輩とアクションとかもやったことあって、やっぱ千葉さんとか刀とかさ、うまいじゃん、ソードアクションっていうか、合わせてる時なんか千葉さんがパーンってやったら肩パーン飛んだ、ね、その時先輩今のどうやったんですか教えてもらっていいですか、おこれはなこうやってって、そういうのはすんごい、やっぱ千葉さんはいろいろソードアクションいろいろ教えてもらった。あんまりでも僕ら視聴者としては千葉さんに天然のイメージ全くないというか、いやそれはお前さ、千葉さんだってさ現場ではさ、もう本当に一行のセリフどんだけやったらそんな覚えられないんだろうとかって思ってても OK 出るじゃん、モニターとか見てるじゃん、もうザ・千葉真一だから。やっぱあの先輩たちってもう映った時にが全てで、その過程はもうどんなに大変でもなかったことぐらいすごいんで、見てるとずるいな、さすが先輩たちすげえなとか思うんだ。千葉さんがなんか千葉さんと組んでる時に昔面白かったね、千葉さんアクションだけやってんだからすごいと思うじゃん。やっぱセリフ覚えて一緒でアクションの手も覚えない。松川さんと、だってお前松川さんと柳生十兵衛の千葉さんが戦うとこなんか俺もう見れないかもと思って出番ないけど現場行ってたんだよ。それで松川さんと千葉さんが最初3手かなこうやってて、だ監督が「立石あのもうちょっと何手かつけらんない?」って「ちょっと3手短いよ」って松川さん監督がちょっとこうやって「バカ野郎お前先輩にそれ以上やったら手を忘れに決まってんだろこの野郎」とかで立石が7手に増えた、案の定2時間ぐらい4手増えただけで、アクションでもそれかっていうぐらいいや若い時からそうなんだって。おっとりされてるんですか。だから天然で、でも多分千葉さん自分のこと天然だと思ってないと思うし、大体天然のやつって、いや女でも私天然じゃありませんって言うだろ、はい、だからお前天然だから天然に気づいてねえんだよ、俺天然じゃないやつにお前天然っぽいなっていうことってまずないやろ、要素があるから。さすがに俺先輩に千葉さんって天然ですねって言えねえだろ怒られちゃう。千葉さん怒られたことありますか。ない、だって天然だからニコニコしてるから。あ、一回あるわ。いや直接じゃないね、すんごいさセリフの多いやな千葉さんが、俺は監督に勇気あるな、こんなの千葉さん無理だぞって言ってんのに、しかも会議のシーンとかですんげえセリフあるわけ、あのずーっとプツ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 セリフ、プツ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 で出番で俺行って待ってたら千葉さん来ないから、なんでもうメイク終わってんじゃんつって言ったら、俺見に行ってくるよって先輩言ったら寝てんだよと言って、どうしたんですかって、いやなんかさ熱が出てきちゃってさ、ごめんごめん、もうちょっとしたら行くから熱、そっからちょっとダメだ病院行こう、マネージャーと病院行って医者に、全然何でもないですよ、まあ疲れてるのかもしれないですからねっつって、なんかニンニク注射みたいに打ってもらって、さあ元気になったって、で現場にバーって戻ってくる車の中で鼻がグワーッてそれって登校拒否症と一緒や現場に行くとあのすごいセリフはやんなきゃいけないのかって苦痛で熱出んだから、それを2往復やってんだよ、ずっと待ってんのに
さんとか無理だぜ、俺たちは俺たちで抜き取って千葉さんはよりで一つ一つ一行一行カット俺たちあるから全部やんなくていいようにした方がいいよっつって、このままじゃだって今日終わんねえじゃんっつって、で取っちゃったんだよ全員で、千葉さんやっとごめんみんな目かけて、えなんで誰もいないんだなんとな朝10時に来て千葉さんがやるって言ったのに夕方6時だぞ待ってらんねえな、終わんないもんなんで誰もいないんだって、誰もいないのにずっと千葉さんこうやって覚えてやってたら、もうみんながいないから本当にセリフが頭入んねえんだよ何言ってんだろうな、やっぱ千葉さんっぽいなみたいな。思い出深いシーンとかありますか、千葉さんと一緒に。あの、どうへの道っていうのは、あ、違う、どんの道、どうへの道は俺じゃ、なんかアグレさんとケンタロウさんのやつとどんの道だったかな、なんかあんだけど、それの最初の時にラスタチで千葉さんと戦った。やっぱりなかなかさ、そういう先輩と戦うとかってなかなかないからさ、そう、あれは覚えてる、すごく印象深い。会話されたりするんですか。なんか千葉さんのなんか、なんだろう、あれ戦場パーティーみたいな、何かに呼ばれて行った時、戦場パーティー、うん、すごいんだよ千葉さんが、あ、うん、本人主役いないのに船出てるけど、クルーザー、でっかいクルーザー、そうしたブエーとかまた別のクルーザーが来て、でそこで銃とかでバーンバーンバーンとかって、ジャックの若いやつ海にバーン放り投げたりして、音楽もキーハンターみたいな音がかかっててで俺らの船に千葉さんバーン遅くなってごめんどんな登場プライベートですもんね。そう、そういう人こう千葉さんの本名わかんないけど、やっぱ千葉真一っていう名前がもうスターじゃん。でそれと本名の自分と区別がないんだと思うよ、天然だから天然だ、バカにしてるように見えるけど、素の千葉さんと本当そうだから、なんか舞台挨拶来るんでも、なんか千葉さんが「ああ分かった分かった」っつって舞台挨拶の日取りを忘れちゃうからその日の昼ぐらいから夜の舞台挨拶のあれして、どれしてこれして、え、どこにいるんですか、もうスタッフ迎えに行ってこいみたいな、迎えに行ってんのにスターだからやっぱ一緒には出てこない。俺らもう舞台登壇してるのにスタッフとザーッと喋ってんだよ。それで終わり間際、あ、そういえば舞台挨拶だったねって先輩、何だと思って来たんですか終わりまげ、じゃあ終わりじゃねえよ、だって天下の千葉真一がまだ楽屋で食っちゃべってんだろうって、早く先輩呼んでこいよっつって、あ、ごめんごめんって来んだよ、舞台挨拶忘れてさそこにいんのに、もう俺らが想像できないぐらい、あのスターたちはもう突拍子もないから、だからまあ天然という言葉で片付けちゃうと いけないけど、なんだろう、想像だにしない、こういらないものは何も考えなくていいってタイプだからさ、あ、なるほど、だから何も分かろうとしてないからさ、すごいよ、だからそうやって生きてきたこう俳優さんたちは、先輩たちはさ、でもちょっと、まあ、やっぱ千葉さんにね言いたいけど、本当こういうこと言っちゃいけないけど、千葉真一コロナに負けてほしくなかったな、やっぱさ、だってあの人がコロナみたいな感じなんだわかる、なんかこうウイルスじゃん、でああいう先輩たちのウイルスが俺らに移っていって、こう業界はこう続いていくわけじゃん。
だからせいぜい先輩なんか80に超えて俺まだできるよって2階から飛び降りてなんか事故死だったら、あ、千葉君ならありえるよ。さすが先輩、コロナには負けてほしくなかったな。なんかね、こういうこと言っちゃうといけないけど、コロナでね、他にも亡くなってる人が、千葉真一はいけないとか、うん、もうちょっとでもさ、命にはやっぱ限度が、限りがあるから、先輩を飛び越えて後輩が先に行っちゃいけないと思うけど、まあ、順番はどんどんそうなっていくじゃん、なんかね、寂しいだけだよね、なんか。千葉さん、本当にいろいろお世話になりました。いろいろ教えていただきありがとうございました。まあ千葉さんから教わったこと、まあ、できる限り、下の後輩たちにバトンをつなげていけるよう頑張っていきますので、千葉さんも安心してゆっくりお休みください。本当にありがとうございました。